こんにちは、和声ワンポイントレッスンのお時間です。今回は経流音、異音の解説音の先出しは NG というお話をしたいと思います。それで今回の内容は経大和声でいう三管の構成音の転移っていう章の内容に関わってます。それでまず最初に補足しておきたいのは、転移っていう考え方を経大和声では転移音と低移音っていう言葉で説明してますが、これらは一般的には非和声音と和声音っていう風に解説されることが多くて、私もこっちの言葉の方が馴染みがあるんですよ。だから私は今回は非和声音と和声音っていう風に言葉を使い分けていきたいと思いますが、それぞれ転移音と低移音のことだと解釈してください。それで今回はですね、こういう楽譜がテーマです。はい、今回問題になるのはこの2小節目の頭ですね。この音のぶつかり方がいいのか悪いのかっていうところが問題になります。で、この場合は実はそんなに良くなくて、はい、何が良くないのかというと、ソプラノとテノールの関係ですね。これが良くないということになります。それでソプラノの最初のレの音っていうのは異音と呼ばれる非和声音なんです。この異音はですね、次に解決音に行って解決することになりますが、この場合はドっていう解決音に向かって解決してます。こうやって安心する響きになるということですね。それでこの時ソプラノが異音を歌ってる時、レっていう異音を歌ってる時に、テノールがこの異音の解決音であるドを先に歌っちゃってますよね。こういう具合に、これを解決音の先出しって風に私は呼んでるんですけども、これが問題になります。で、この場合はあんまり良くないやり方です。これはあんまり良くない響きだと思ってください。基本的に解決音の先出しっていうのはあまり良くないものだと覚えておくといいです。じゃあどうするのかというと、これで OK です。今度はさっきと違ってテノールがですね、下のソに行ってますから解決音の先出しがなくなりましたということですね。それで解決音の先出しがなんで良くないかっていうと、これはネタバレだからなんですよ。どういうことかというと、例えば今弾いたフレもう一回弾きますけど、この2小節目でいう最初の状態、ソプラノが異音のレを歌ってる状態っていうのは、この異音は非和声音ですからぶつかる音なわけですよ。ぶつかる音を聞くと私たちは不安な気持ちになるわけですね。え、こんな響きでいいの？みたいな。で、それから解決音に行くことで、あ、本当はこんな響きだったんだ、安心ということになるわけなんですよ。でもですね、はい、左側のフレーで最初に解説した方ですと、テノールがこの解決音を先に出してしまってるんで、ソプラノの解決音を先に出す、つまりネタバレになっちゃうんですよ。本当は不安になりたいのにテノールが先に出しちゃってるから、このソプラノが解決する瞬間の面白みっていうのが半減しちゃうんですね。だからこれはネタバレだと思ってください。基本的にダメですということなんですけども、さらにこれにプラスしていくつか覚えておくべきことがあります。それはまず右の例ですけども、これはさっきと似たような例に聞こえますけども、実はこれは OK です。バスとソプラノが今ドとレでぶつかってて、さっきと同じ関係ですね。ソプラノの異音の解決音をバスが先に出していることになりますが、これに限っては OK です。どういうことかというと、解決音の先出しはバスで行われた限りでは OK になります。
バスだけ特別で、ネタバレしてもいいことになってるんですよ。だから、この響きは OK です。丸なんですよ。さあ、それで下の段いきますけども、最初のこのフレ見ましょうか。はい。これは上の段の最初のやつのソプラノとテノールを入れ替えたっていう感じの楽譜ですね。で、これも2小節目で、テノールの異音の解決音をソプラノが出してることになります。こういう具合にですね。で、これさっきは三角だって言いましたけど、この関係だと×になります。三角どころではなくて、絶対やっちゃダメっていう×になります。この関係は、つまりその声部よりも上の声部で解決音の先出しをするっていうのは絶対ダメということになってます。なのでこれは×です。だから右みたいにですね、修正します。ソプラノを上に飛ばしたりして、テノールの異音と被んないようにすると、これだったら丸ということになるわけですね。上のパートでの解決音の先出しは絶対ダメだと、こういう風に覚えておきましょう。さあ、そしてもう一つめちゃくちゃ大事なものがあるので、これを解説して今日は終了にします。で、次解説するのはちょっと複雑ですよ。じゃあまず見てください。これは F ドゥアーですね。はい、これを見るとさっきと同じような関係になってるんで、2小節目はソプラノの解決音をテノールが出してしまってて、まずそうだって感じしますね。だから右みたいにテノールを下に飛ばして、ソプラノの解決音を下のパートに出さないように今変えました。で、こうするとですね、なんとダメになります。実は最初に弾いた方が合ってて、後半修正した方が×になります。どういうことかというとですね、これは後半の×って書いてるフレーの2小節目ですね。この頭の響きがポイントになります。今ここはこういう響きになってて、これは実は四六の和音って呼ばれる響きになります。四六の和音っていうのは三和音の二転の状態のことですね。これが今四六になっちゃってて、これがまずいです。四六の和音っていうのは西洋音楽史上すごく嫌われていた響きでもあって、特定の場所でしか使えないんですよ。だからこういう予期しないところ、想定されてない箇所で四六の響きが出るっていうのはあまり良くないことになってます。ですからこれはむしろやっちゃいけなくて、むしろ左の楽譜みたいに、この場合はテノールのどの音が必要なんです、先出しの音が必要だってことになるんですよ。こうすれば2小節目の頭の瞬間に四六ではなくて、この1の一点っていう音が響いてますよっていう状態で、ソプラノがさらに上に乗っかってるっていう響きの状態になるので、この場合だけはテノールの解決音が必要だと覚えてください。で、これはちなみに単調になっても同じで、はい、この瞬間テノールとソプラノを激しくぶつかるように聞こえるんですが、これもテノールの音がもしないと四六になっちゃうので、やっぱり必要なんですよ。これはということで、単調になってもこの音は必要だってことを押さえておきましょう。はい、それでは今回はこれで終了ですが、今回の話は軽流音異音の解決音の先出しは NG ということでした。でも細かいところでたくさん覚えないといけないことがあって、例えばバスで先出しする分には OK、 それから上の声部で先出しするのは何が何でもダメであるということですね。それから最後に解説した三和音の一点でソプラノが第5音に対する情報転移音を歌っているときは、テノールにその解決音があるべきだっていうことです。
複雑ですけども、こういう規則、細かいところを覚えておくと和声の上達がどんどん進んでいくので、ぜひですね、今日の内容何回も見返して復習してほしいなっていうふうに思います。それでは今日はこれで終了です。どうもありがとうございました。